はい、ザッキーです。今回は新型レヴォーグの商品が新しいものができましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、ザキちゃん、かっこいいのができましたよ。お、どこです？横行きましょう。はい、おお、これね、動画でもお話してました、サイドデカール。はい、完成しました。出来上がったんですね。かっこいい。やっぱりデモカーらしくしないとね。はい、当店のアドレスのロゴ入りなんですけれど、デモカーはねこういう形で作ってましたので、今回新型レヴォーグどうなるかなと思ったんですけど、はい、うまくできました。ここはね細いから、はい、はい、これで横が閉まりますね。いやー、すごい細いラインとこの幅広のラインのコンビネーション、これ一番かっこいいパターンだね。まだ色入れてなくて、ボディの色生かしてるのもいいですよね。そうだね。さあ、それからもう一つ目立つところ、見つけちゃった。はい、見つけちゃったか。見つけちゃったはい、給油口、こういう風になりました。はい、はい、これがね、給油口のカーボンシートのラインナップだったんですけれど、今回ステッカーじゃなくてカーボンにこのロゴを抜いてます。おー、だからここは完全なるボディ同色だね。はい、のロゴバージョン、かっこいい。後からステッカー貼るとこのセンター出すのが大変だけども、これもドセンター出てますからね。はい、これ今白いボディでこれですけど、赤もいいんじゃないかと思います。おお、確かにいいかも、ね、この中が赤になりますからね。はい、おすすめです。はい、さあもう一個あります。どこですか？お、わかった、わかった。お、素晴らしい。そう、ドアミラー、ここなんかしようかって言ってたんだけどね。はい、ちょっとねロゴにしました。いいですね。でここはねもうベースが下がね樹脂で黒いから、はい、分かんなくなっちゃうので、うん、ロゴカラーは赤を入れてみました。いいですね、赤、これ面白いでしょ。はい、ね、さあ次に紹介するのは今回プロテクションフィルム、はい、作成しましたので紹介したいと思います。はい、一つは定番のヘッドライト。ヘッドライト。プロテクションフィルムね。はい。それから、傷がつきやすいドアハンドル、はい、傷防止シート。で、今回、レヴォーグで、新たに、はい。まあ、ここにほら、ドアステップ傷防止シートが、カーボンシートと透明プロテクションでラインナップがあるんだけれど、はい。続いてね、この部分。おぉ、このサイド、ここをね、保護するプロテクションフィルム。はい。作りましたので、おぉ。実際ね、この後動画で紹介したいと思います。はい。でこのフロントに合わせて、これバージョン1です。はい、バージョン 2、これが後ろ、後ろ、はい、後ろのねこの辺を作りました。おお。っていうのはフロントもそうなんだけれど、今これねドア全開です。はい、まあ、レヴォーグのリアドアはこのぐらいの長さなので比較的こう全開に開けられるんだけれど、はい、やっぱり隣に車がいるとこのぐらいだよね。そうですね。そうした時にちょっとね、これこうなるんだよね。あー、当たるね。結構シビア。うん。もちろんこのねドアパネルもそうだし、それからここ、ここにね足をするのではないかと。あー、いうことでこの角、ここを保護できたらいいなと。はい。で、ここをプロテクションフィルムにするならギアはこうなってるんだよね。フロントはないけど結構幅広ですよね。タイヤがあるからね、うん、このフェンダーの部分ここね、例えばあのハンドバッグとか持って乗り降りするときにぶつけたりとか、はい、うん、万が一そうした場合の傷を防ごうかなということで作ってみました。はい、はい、それからここね、リアバンパー傷防止シート、ここもカーボンシートと透明プロテクションフィルムのラインナップがあったので今回紹介したいと思います。はい、はい、じゃあこれをですね実際今回の動画で貼り込みを紹介していきたいと思います。はい、実際の製品をねちょっと見てみましょう。はい、じゃあ実際の商品をね今ちょっと白いテーブルで分かりにくいと思うのでこちら長い、ね、これがリアバンパーの傷防止シートです。はい、バンパーの上にねこう貼って、うん、でちょっとこう折り返してっていう、これがね助手席と運転席のサイドステップの部分を保護するものだね。はい、うん、結構大きいね、うん、これをどんな風に貼るのかっていうところですね。そうですね、はい、これも紹介していきたいと思います。はい、
なんでこれ2枚ありますよ、左右にね、うん、でそれからリア、リアがこういう形をしています、うん、ここ形状がこうなってるの分かる？あ、ちょっと分かるかも、ね、うん、これ切り欠きになってますね、はい、これはうまく車体側の構造に合わせて逃げるように作ったので、はい、これも実際どういう風に貼るのかな、うん、ね、気になるところだと思います。さあ、そしてその関連でね、こちら、はい、これあのカーボンシートでもラインナップがあるドアステップ傷防シートです。これフロント、はい、リア、はい、ね、さあそれからこれ、はい、かわいい、うん、これがあのドアハンドル、はい、傷防シートですね。中にこういう風になってプロテクターになります。さあ、そして最後、すごい形してるよ。おお。これがヘッドライトです。ワニみたい。ね。なぜにって感じでしょ？うん。これね、寝防具がね、結構こうカクンって折れて、はい、この面が。あ、で、さらにここもほぼほぼ直角にこっち側に折れるんだよね。はい。1枚でいけそうなんだけれど、うん、ザッキーが貼れてもしょうがないんだよね。皆さんが貼れないと困るので、で、ね、貼りやすいようにしてみました。はい。はい、ではね、これ1個ずつ実際貼っていきましょう。はい、はい、それでは貼り込みをしていきます。まずですね、ドアハンドル傷防シート、こちらを貼っていきたいと思います。まずですね、貼り付け箇所、こちらの方車外になりますので、きれいに洗車をしていただいて脱脂をしていきます。はい、脱脂が完了できましたらば、貼り付け箇所に洗剤入りの水をスプレーします。そしてこちらの製品の方も剥離紙を剥がして、こちらの方にも吹き付けてください。そうしましたら、このような形で中に通します。あとはですね、形状に合わせてバランスを見ながらシートを置いていきます。位置はですね、だいたいこの山の部分からちょっと中に入ったところ、これが下もですね同じような位置に来るところを調整して置いてください。位置が決まりましたら、このように指を使ってきれいに水を抜いていきます。はい、このような形で気泡や水泡がない状態までしっかり水抜きをしてください。はい、あとは水分を拭き取れば、これで張り込みの方は完成になります。このままでもいいんですが、密着を良くするために温めていきます。はい、これでドアハンドル傷防止シートの張り込みの方は完成になります。はい、ではサイドステップ部分を貼っていきます。まず位置合わせなんですけれども、特にここという位置が決まってはないんですが、ここに丸いプレスラインがあります。この丸の外側にマスキングテープなので印をつけます。はい、ここから向こう側にこういった形で施工する形になります。では脱脂をしていきましょう。はい、脱脂はシリコンオフもしくはこういったパーツクリーナー等で布につけてきれいに脱脂をしていきます。こちらもですね、土砂が入り込んだりする部分になりますので、脱脂をする前にはきれいに洗車の方をしてください。はい、少し下側にも巻き込みますので、サイドステップの下側もきれいに脱脂をします。はい、脱脂が完了しましたらば、洗剤水を吹きつけていきます。はい、シートの方も粘着面にですね、洗剤水をスプレーします。シートを乗せますが、先ほどのマスキングテープを基準にしたところで位置合わせをします。はい、この場所が決まりましたらば、このサイドステップ部分、こちらの天面に合わせてですね、このラインに合わせてシートを置いていきます。はい、あまり向こう側に行って、このボディ側にですね乗っからないようにしてください。そしたらまずこの上をきれいに水抜きをしていきます。はい、この最初の面が落ち着きましたらば、あとは少しずつ下側に向かってシートを圧着していきます。この時ですね、こういった角、ここは水が非常に溜まりやすいので丁寧に抜いていってください。少しこうシートを持ち上げながらやるときれいにできます。はい、あと最後はですね、このようにシートが下にはまりますので、これを内側に巻き込んでいきます。はい、最後は水分を拭き取って、特にですね、この下側ですね、水分を拭き取って、これで完成になります。
必要に応じて熱をかけていただければしっかり圧着されます。はい、これでサイドステップ部分の張り込みが完成しております。施工箇所がですね、透明なので分かりにくいかと思いますので、ここのマスキングテープ、ここからここにマスキングテープを貼ってあります。この範囲が施工箇所になります。そして今ここカーボンが貼ってあるところは透明プロテクションバージョンもありまして、今回のサイドステップはこの下ですね、この部分を取り囲むように施工してあります。はい、では続いてリアを貼っていきたいと思います。こちらは製品がバージョン2になりますね。こちらを貼り込みしていきたいと思います。はい、脱脂が終わりました。洗剤水を吹き付けます。続いて製品になります。シートはですね、このようにここで切り込みになっていますので、シート、この粘着面同士がくっつかないように気をつけてください。はい、こちらにもスプレーしていきます。で、まず位置合わせはこのドアストライカーの部分にこちらのこの字型の切り欠き、こちらを合わせていきます。ぴったりになってますので乗っかったりしないように気をつけておいてください。はい、これで位置が決まりましたらば、あとは上の方にバランスよくですね、乗せていきます。あまりこの車内側にシートがいかないように気をつけてください。ここでこの角を保護するかとなりますので、こう折り返しになります。はい、ではまず上の方からですね、少しずつ水を抜いていきます。はい、そしてここがですね、 V 字に分かれていました。この部分はこの角を折り返して保護します。そしてこのもう一方のこの部分はここの平面ですね、この面に沿ってこのように展開していきます。で、最終的にここがですね、付き合わせでくっつくことになりますので、少しシートをフリーにしておいてください。先にこちら側を貼り付けます。はい、ここらは形状が複雑になりますので温めながら作業していきます。この面が今貼り付きましたので、次にこの自由にしてたこちらをですね、貼り付けていきます。で、この時に最初に貼ったこの部分のシートとここが付き合わせになります。はい、これでリアのこのバージョン2、この部分ですね、こちらの貼り込みが完了した状態になります。はい、そして施工した箇所ですね、プロテクションフィルムはこの黄色のマスキングテープ、ここからこのマスキングテープまでのこの範囲になります。そしてこの部分、この角を保護するように少しこう巻き込むような形で施工してあります。はい、そしてこの部分はこの面とそれからこの面で互いにこの角ですね、保護するような形で最後ここに付き合わせになります。そうすると今こちらでドアステップ傷防止シートがカーボンシートで作成して張り込みしてありますけれども、先ほど付き合わせしたこのプロテクションフィルムがこのままこちらにつながるように作成してあります。もちろんここも透明プロテクションフィルムバージョンがありますので、そちらを選んでいただけると、ここはプロテクションフィルムで保護するというような形になります。はい、ではヘッドライトプロテクションフィルムを貼り込みしていきたいと思います。ではまず脱脂をしていきます。それでは洗剤水をスプレーします。はい、次にシートなんですけれども、 V 字カット側からですね、剥離紙を剥いていくとこの部分で切れてしまいますので、目頭の部分こちらから剥いていきます。はい、ここがですねひらひらしてますので、粘着面同士がくっつかないように注意してください。はい、シートの粘着面にもスプレーしておきます。はい、ではまずシートはこの目頭の部分から位置を合わせて張り込みしていきます。この時にヘッドライトの奥に巻き込まないようなギリギリの位置で合わせてください。こういったところですね。これが内側に来すぎると、このはみ出た部分を後で処理しなければいけなくなりますので、そうならないように巻き込まないところで位置を合わせます。はい、位置を決めながらですね、ちょっとずつ水を抜いていきます。はい、この時にだいたいこのあたりから目頭のこの V 字の部分ですね、このあたりを固定するようなイメージで作業してください。ですので、ある程度水分が抜けたらですね、ちょっと一度温めます。温めることによってフィルムが動かなくなってきますので、こうなるぐらいまで少し熱を加えていきます。この時に水を抱き込んでしまわないように、様子を見ながらですね、時折こうやって水分を押し出して作業してください。
はい、これでフィルムが動かなくなりました。さあ次にこちら側に展開していきます。この上の面ですね、 V 字カットしたこの細い側のこちらの方を張り込みしていきます。はい、この時ですね、この下のライン、これがヘッドライトから下に下がってはみ出さないようにここを意識して合わせていきます。はい、そうするとちょっとこうシワが出てきますので、これを少し引くような感じで水を抜いていきます。はい、そうするとこのヘッドライトの後ろ側ですね、こちらの端、ここにフィルムが合うようになっています。ここでちょっとつまんでこのように水を抜いていってください。はい、ヘッドライトの上面はですね、ここにラインが入っています。ボンネットのラインのちょっと手前ですね、そこに合わせてシートを乗せていきます。多少オーバーランした分はその先もヘッドライトの面がありますので、そのまま押し付けて張り込みしてください。はい、この辺りまで張り込みができましたらば、次にこの部分を動かないようにしていきます。温めながらですね、このシートがずれないように圧着します。はい、今シートがここが固定されました。ここが動いてしまうと、次にですね、これを突き合わせるときにお互いが動いてしまって固定がなかなかできなくなりますので、ここは固定してください。ではいよいよ終盤、この面ですね、仕上げていきたいと思います。はい、この状態でいきますと、今この長さが今ここまでちょっと足りない感じになります。ここはですね、この上は行ったり来るんですけれども、このシワを解消する分、少しこっち側に引っ張るようになりますので、ここをこのようにつまむとこのシワが解消されていきます。で、一番注意していただきたいのが、この面とこの今持っている面のこの V 字カットしたこの切り込みの部分ですね、ここがぴったりになるようにシートを動かしながらこう水を抜いていきます。はい、このように固定されましたらば、今度この下の面ですね、こちらを上の面と突き合わせながら処理していきます。はい、このような形で V 字の付け合わせがうまくできましたらば、こちらを仕上げていきます。この時にですね、上の先に貼ったこの上のフィルムに下のフィルムがこういう感じで付け合わせるようにですね、貼り込みしていきます。はい、ここは付け合わせ、そして最後ここですね、ここがオーバーランしないように、そちらも注意しながらしっかり水抜きをしていってください。と温めながら仕上げていきます。最後ここの角のシワもですね、この角から左右に広げるように分散させて張り込みしていきます。はい、張り込みが完了しましたので、ここでですね、一旦洗剤も使ってますので拭き取りをします。これで全体的にですね、また熱を入れて密着を良くしていきます。はい、これでヘッドライトプロテクションフィルムの施工が完了になります。はい、ではリアバンパー傷防止シートの施工をしていきます。このリアバンパーのこの部分ですね、はい、ではまず脱脂をしていきます。脱脂をする前にですね、この面は洗車をしてきれいな状態にして、その後脱脂を行ってください。はい、ちょっとバンパーの後ろですね、ここまで折り返しがありますので、こちらの面もきれいにします。はい、脱脂が完了しましたらば、張り込みをしていきたいと思います。施工箇所に洗剤水を噴霧していきます。はい、続いてフィルムの粘着面にもかけていきます。はい、フィルムを置いていきます。位置はですね、このプレートと同じ幅に作成してありますので、この位置で合わせてください。はい、そしてこのラインですね、ちょうどバンパーの立ち上がりのところ、この形状に合わせて作ってありますので、ここにフィルムを合わせていきます。はい、位置が決まりましたらですね、あとは水を切っていきます。はい、1段折れて2段階目のここですね、水が溜まりやすくなりますので、丁寧に抜いていきましょう。フィルムを少しつまんでですね、このような形で下に水を切っていきます。はい、まだフィルムが浮きやすいシワができる状態になりますので、ここからは温めながら圧着していきます。
はい、これでリアバンパー傷防止シートの施工が完了しました。さあ、張り込みの方はいかがだったでしょうか。今回ですね、製品をお買い上げいただきましたらば、こちらの動画を参考にしていただいて、実際 DIY でチャレンジしてみてはいかがかなと思います。さあ、さきちゃん、そしてこのヘッドライト。はい。今回ね、今張り込みができてるんだけれど、プロテクションフィルムってすごい撥水性がいいんだよね。はい。ちょっとね、水をかけてみたいと思います。はい。こんな感じで。おお。わかるかな？すごい弾いてる。ね。こういう風に撥水に飛んでますので、汚れがつきにくい。こうやっても拭けば簡単にね、すぐ水分も取れますので。はい。で、なんといっても全体的に今回施したプロテクションフィルムは、傷を自己修復するセルフヒーリング機能を持ってますので、はい、ついた傷もですね、自然と消えていくと。はい。ぜひおすすめします。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。お願いします。